孫ホ本は、韓国の俳優、スターシップエンターテインメント所属、2000年に主演した連続テレビドラマ、秋の童話のヒットで有名となる。テレビドラマ、エデンの東、マイ・プリンセスや、香港、米国合作のアクション映画、クローサーなど多くの作品に出演している。1995年に、カフェでアルバイト中にスカウトされ、ファッションブランド、 292,513イコール、ストームのモデルとしてデビューした。1996年10月21日放送開始の、シットコム、男女6人恋物語に出演し、俳優としてデビューした。その後、テレビドラマ、美しい彼女、あなた、そして私、勝負師、ハッピーとヤザーや映画、ホワイトクリスマス恋しくて、会いたくてなど多くの作品に出演した。 2000年に主演したテレビドラマ秋の童話が大ヒットし、韓国でトップスターの仲間入りをした。秋の童話はアジア各国でも放送され、国際的な韓流スターとして知られるようになった。2004年に兵役のため入隊し、2006年11月15日に除隊した。除隊後の芸能界復帰第一作として制作され、2008年11月に、 公開された映画宿命は韓国国内における工業的成功は得られなかった。一方、主演したテレビドラマエデンの東はその年8月に放送開始され、各回約25%から30%の視聴率を得た。放送途中の12月30日には放送局 MBC の演技大賞の最高賞である大賞及び 男性人気賞並びに共演者、イオニととにベストカップル賞を受賞した。エデンの東は、翌2009年3月まで放送され、同年11月に第17回大韓民国文化演芸大賞のタレント部門大賞を受賞した。2010年には韓流を広めるために貢献したとして、アイドルグループ少女時代と共に文化体育観光部長官から表彰を受けた。 韓国の公式ファンクラブ、ホニーランの日本サイト、ハニーランジャパンホニーランジャパンがある。これとは別に2006年7月19日には、日本における公式のファンクラブ、ソングスンヘオン、ジャパンオフィシャルファンクラブが発足した。除隊後の2006年12月の発来日時には、成田空港に約6000人が集まり、埼玉スーパーアリーナで開催された。 ファンミーティングに1万5000人のファンが参加した。ありがとうございます。